あの人の現在。タレントの坂本一生さんといっても今知っている人は少ないでしょうね。そんな坂本一生さんは現在どのような活動をしているのでしょうか。最近はテレビで見ることもほぼないですが、気になりますよね。坂本一生さんは4年で芸能活動を離れ、その後プロレスラーを目指している時期もありました。その後、長距離トラックの運転手やスポーツジムのインストラクター、料理人など経験し、芸能界に復帰もしています。その間に大型二種免許や大型自動二輪などの免許も取得していたそうですよ。手に職をって感じですかね。2005年4月には芸能活動を再開し、2008年には松竹芸能に移籍し、お笑い芸人として活動。2011年には便利屋、お助け本舗、取締役として活動しましたが、2015年3月に退社しています。この時は便利屋として年収2000万円などと発言していて、テレビ出演も結構あったようですが、実は月収2、30万円だったということで、やらせだったそうです。坂本一生さんは会社から渡された想定された答えを話していただけということで、罪悪感もあり会社を辞めたってことですね。いろいろと苦労していたってことなんでしょう。2017年には千葉に坂本一生スポーツジムを設立。住所は千葉県八千代市八千代台北 1-10-1 桑原第2ビル201です。完全プライベート型パーソナルジムで、今の体型はプロレスラーっていうか、筋肉もりもりのマッチョに変身していますね。20年以上にわたり培ってきた経験から作成したプログラムで好評のようです。爽やかな笑顔は変わりませんが、体は全然違います。そんな坂本一生さんですが、芸能活動も続けており、テレビ出演もあるようです。2022年1月にはクイズノーベル賞に出演もしていました。若い頃と別人と話題になっていましたけどね。また SNS も開設しており、インスタではトレーニングや日常のこと、また飼っている猫のことなどを投稿していますね。他にも YouTube でもチャンネル開設しており、動画をアップしていますよ。ただあまりチャンネル登録者数は多くないようですけどね。動画はトレーニングの様子などをアップしていました。50代とは思えないトレーニング、そして筋肉を見ることができます。ということで、スポーツジムの経営、そしてトレーナーとして活躍しているのが現状です。で、気になるプライベートですが、2度の結婚と離婚を経験しています。×2ということですが、現在は独身ということなのかな。また子供もいるということで、男の子と女の子ってことですよ。それ以上詳しい情報がないですが、元気に育っているのでしょう。ということで、坂本一生さんについてご紹介しました。いろいろと転職していますが、今のスポーツジムはずっと続けていきたいということで、頑張ってほしいと思います。そしてもっと元気な姿をテレビでも見せてほしいですね。最後までご覧いただきありがとうございました。